はい、こんにちは、116インズです。さあ今回は本格的に取り締まりが始まったピッチャーの粘着物質などの禁止物質に関する話ですが、取り締まりが始まりまして審判がピッチャーをイニング間などでチェックする様子が結構話題にもなったりもしましたね。正直ピッチャーを疑っているようで見ていてあまり気持ちの良い光景ではないんですが、まあ、ルールとして決めてしまった以上は当面はこれでやっていくのでしょう。そんな中で我らがマリナーズは取り締まりが本格化する前にシアトルタイムズが出した記事の中で MLB 関係者からの話として、マリナーズは回転数向上を目的とした粘着物質の使用はあまりしていなかったのではないかという話が紹介されていまして、実際現在のマリナーズ投手陣もスピンレートの暴力で相手打者を制圧するようなタイプの選手もそんなにいないイメージなので、取り締まりの強化に関して個人的にはそこまで心配せず見ていました。ところが6月27日のホワイトソックス戦、リリーフピッチャーヘクター・サンティアゴのグラブに何らかの粘つきが確認されたようで、彼が本格的な取り締まりが始まって以降では摘発第1号、そして10試合の出場停止となってしまったのは皆さんもすでにご存知かと思います。後でも話しますが、サンティアゴは基本的にロングリリーフやビハインド要員の選手なので、そんなに出番の多くない彼がまさか摘発第1号になるとは夢にも思っていませんでしたね。いや何やってんだよという感じですが、今回はこの一件についてちょっと話していこうかなと思います。今回のサンティアゴの摘発の経緯をお話ししますが、現地時間6月27日のホワイトソックス戦は実質的なダブルヘッダーとなっていました。前日の試合が雨で3回表マリナーズの攻撃が終わったところでサスペンデッドになっていましたので、翌日に再開後最初に登板したのがこのサンティアゴでした。サンティアゴは3回4回と0を並べましたが、5回に2本のヒットと2つのフォアボールで1点を失い、さらにワンアウト満塁のピンチとなったところで降板。この時サンティアゴに対してチェックが行われたのですが、他のピッチャーは割とスムーズにチェックを終えるのがもはや一般化していた中で、サンティアゴのチェックは審判全員が集まる結構大掛かりなものとなって、不穏な空気が流れた結果サンティアゴは退場という運びに。サンティアゴのグラブにどうも問題があったようで、何かが付着していたようなんですが、彼のグラブは即座に回収、 MLB の本部があるニューヨークへ送られることとなりました。試合後初めての摘発ということもあって、一体サンティアゴは何を使ったのかと注目が集まりましたが、サンティアゴ本人そしてサービス監督いずれも老人であると主張。この日のシカゴは気温湿度ともに高く、サンティアゴ自身ボールが滑らないようかなり老人を使っていたようなのですが、それが汗と混じってより粘つきが強くなったという話でした。実際本当に老人だったのかはともかく、サンティアゴが回転数を目的とした粘着物質を使用していたとは考えにくく、こちらはサンティアゴの今季の試合別球種別のボールの平均回転数ですが、試合単位のグラフということでブレはあるものの、シーズンのフォーシームの平均回転数が 2076rpm に対して摘発された日の回転数は 2089rpm。そこまでおかしな数値を叩き出しているわけでもないですし、またそもそもフォーシームで平均2000台後半という回転数は MLB の中でもかなり下位に部類される数字です。ここからもサンティアゴが回転数を目的として何か使ったということはおそらくなく、あとは老人に加えて日焼け止めなどを使っていたとか、まあ、そういった問題になるかと思われ、ニューヨークで詳しくその件について調査するものと思われました。回収されたサンティアゴのグラブは翌日にはニューヨークに到着し、検査の結果老人以外の物質が見つかれば出場停止、そうでなければ特段処分なしになると予想されましたが、ところが MLB は彼のグラブの付着物は特に調査はせず、サンティアゴに対して即座に10試合の出場停止処分を下しました。サンティアゴの老人という主張が正しかったのかすらわからないまま、審判の判断だけで MLB は出場停止を下したというわけなんですね。調査しないの？それで本当に大丈夫かよ MLB と正直このニュース見た時思ってしまったんですが、今回のサンティアゴのケースですと、そもそも彼が何を使っていたか以前の問題だったようなんですね。取り締まりを本格化させる直前の6月15日に MLB は全球団に対して今回の件に関するメモを送付していますが、そこには老人の使用は引き続き可能であるものの、老人をグラブに付着させてはならないこと、汗が滴らないよう利き腕側の手、手首および前腕に老人を付着させることはできる旨の記載がどうもあったようなんですね。これは新しく制定されたルールというわけではなく、 MLB の野球規則 6.02D に記載の事項を改めて周知した内容となります。サンティアゴの老人という主張が正しいとして今回のケースを当てはめますと、まず老人の使用自体は当然ながら OK です。ここに関しては何ら問題はありませんが、ただ彼のグラブに何らかのものが付着していましたので、これが老人であろうとなかろうとこちらは NG。
もっと言えばこの日サンティアゴは汗に対応するため利き腕側に加えてグラブ側の腕にもロージンをつけていたようなんですけれども、これもルールにのっとれば NG と。おそらくグラブ側につけていたロージンが汗とともにグラブに入り込んだ結果が今回の事態を招いたと思われますが、そもそもロージンであろうとルールに反した使い方をした時点でアウトというのがおそらく MLB の今回の件に関する見解なんでしょうね。だからこそグラブの付着物が何だったのかという調査自体が不要で、審判の判断に基づき出場停止につながったみたいですね。私もこの辺のルール正直ちゃんと理解していなかったので、今回のサンティアゴの件はいろいろと勉強になりました。じゃあなんでグラブを回収してわざわざニューヨークに送ったんだという疑問はそれはそれで残るんですが、ここは一応証拠として残しておくという目的がもしかしたらあるのかもしれません。ということで初の摘発となりましたが、 MLB のメッセージがよく伝わりましたよね。本当にルールを厳格に、それこそルールブックに書いてある文字通りに適用してきましたし、少しでもルールを逸脱した行為があれば今回のサンティアゴのように出場停止になると。サンティアゴはグラブ側の腕にロージンを付着させてはいけないことを知らなかったそうで、審判からのチェック時にも問題となったのは利き腕側ではなくグラブ側の腕と話していましたが、それでもこのように出場停止になってしまうわけですから、知らなかったでは済まないですし、改めてルールブックをきちんと確認する必要性が生じたでしょうね。MLB は本当にルール通り摘発してくるという姿勢は伝わったと思います。マリナーズはルールを正確に理解していなかった、周知していなかった結果、ブルペンの一人を出場停止で失うという勉強代を払うことになりましたが、一応今回の件がどのような影響をチームに与えるのかというところも最後にお話ししようかなと思います。サンティアゴは現在今回の処分に関して異議申し立てをしていますので、この間は試合に出場することが可能ですが、そもそも冒頭でもお話しした通り彼はロングリリーフ要員で、一般的なリリーフピッチャーと比較してそこまで登板機会も多くはないので、10試合というスパンであればだいたい2登板くらいの損失程度で済むかなと個人的には思っています。またマリナーズは先発のジャスティン・ダンが先日故障者リストに入りましたが、日程の関係でオールスター明けまで6番手が不要のため先発ローテーションを5人に一時的に戻しています。このためブルペンがもともと6人ローテをやっていた頃と比べて1人多い状態にありますので、サンティアゴの処分が始まったとしてもしばらくは大きな影響はないんじゃないかなと思っています。サンティアゴがいつまで異議申し立てをするのかは分かりませんが、ブルペンへの負荷も考えてオールスターの休みを挟む形で出場停止期間をしのぐんじゃないかなというところが私が予想しているところなんですけれども、こちらはどうなるでしょうかね。今回はたまたまサンティアゴだったのでまだそこまでのダメージがなく済みそうですが、ただせっかくマリナーズも前半戦を終えて貯金3と検討している中で、こういったルールをちゃんと分かっていれば防げたことで実質的に1人少ない状態で戦わざるを得ない、サンティアゴの出場停止が異議申し立てで覆らない前提ですけど、というのは非常にもったいないですよね。まあ私もルールを分かっていなかったんで偉そうなことは言えませんが、次からはこういったことを起こらないようチームとしても徹底してほしいなと願うばかりです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。